どうも、エルザです。それでは、ラストオブアースやっていきたいと思います。さあ、前回から10日ぶり。の撮影なんでね。一応強化はして、どうにか、多分物資も取ったような後なんで、まあ大丈夫だろうとは思ってるんですけど、まあまあ思い出しながらね、やっていこうかなと。さあ、前回の記憶が正しければ、ワンちゃんがね、2匹いたのよね。あ、物資ちゃんと取れてるね。オッケーオッケー。操作も。そうなんだよね。弓がないからさ、矢がないから辛いなっていうのと。まあ、こんな感じだろうね。さあ、あのワンちゃんたちがどんな感じか。喧嘩はしてるけど絶対こっち来るよなーと思いながらね。嫌だなお、まだ取り切れてないアイテムがあったね。あれってことは2回取ってなかったっけ？あ、これは取ってないことになってる。平気なの？ああ、天井が落ちてきた。気をつけろ。ああ、一部は取れてないって感じか。あれ、吹きの強化もちょっと怪しいね。さあ、何が見つかる？何か見つけたか？あ、サバイバル系か。悪いな。さあ、打撃用武器の強化ができると。あ、じゃあ強化、あれ、もしかして重要アイテムだけ取ってないことになってた。危な。いや、あるね、処理。あー、そうだね、なんかそんな感じするね。重要書類だけか。結構セーブした後怖いね、こうなるとね。怖えな、犬嫌だな。嫌だなあ。お、逃げた。いや、仕留めといた方が良かったかな。後々めんどくさそうだよね、何かとね。ねえ、お腹空かない？空いた。おい、お前ら休憩は通信塔に着いてからだ。さあ、物資探しだね。これしとかないと後々辛いんで。いやーねー、スプラの配信とかも結構してるけどさ、スプラ以外も結構やってて実はね、ありがたいね、来てくれるのはね。で、スプラのエイムね、活かせるんじゃねえかと思いながらこういうゲームやってるんだけど、全く活かせてないんだよ。いやー、無理だね。やっぱゲームが別物になるよね。で、バイオを初めて前回してから、サバイバル系をやるようになったんで、暗証番号が必要。ああ、じゃあなんか紙が落ちてんだね。
特にこうあるわけない感じだしね。紙マッチ82136、これか。来た来た来た、ちゃちゃちゃ、来た来た来た、弓弓弓弓、矢が欲しい。もうない？これか。そっか、ショットガンの弾が入るまではこっちしとくか。このゲームは結構楽しいですね。やってて、なんだろうね、アクション系、サバイバル系っていうか、難易度も高いんですけど、一番は、ストーリーが面白いかな、やってて。まあ結構ね、理不尽な敵も合うんでね。じゃあ、そろそろ先行きますか。あ、の前に、忘れるところだった。金庫、金庫。ちょっとパスワード。せっかく手に入れたのに、使わないのはもったいないね。あれ ?2 階だったっけ ?2 階だね。そうだよ、せっかく手に入れたのに、完全に飛んでいったもんね。あれ？あ、こっちの部屋か。あ、パスワードゲットしてたらもういいんだ。はあ。面白いね。なかなか。あ、そっちか。そっちなのね。ソードバレルの方か。よし、行こう行こう。いや、マジで犬が気になる。さっきから声がね。で、裏抜けて合流する感じか。いやー、急に伏せろ。嫌だね。そう、スナイパーだ。どっから撃ってきた。通りのどこかだ。今はここを動くな。ダメよ。動く前に奴を休ませないようにしろ。俺は回り込んで別の角度から攻める。いいわ。ねえ、気をつけて。いてーいや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 、ちょっと待って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 。一発に当てに来るの？そういう当て方ある？あの野郎絶対仕返ししてやる。スナイパーライフルが思ったよりも、ダメージが高い。あっちが。久々すぎて。やばいね。さて。とりあえず。そこにいたか。ああ、間に合わないね、意外と距離的にね。犬はそういうことか。さて、そこにいたか。ワンちゃんの声が一番嫌だな。ほいほい。これは取れない。スナイパーか。あれ、銃欲しいね。何もない。ああ、じゃあ抜けていくしかないのか。
下だがな。あそこだね、あの隙間だね。とっととてめえ、痛え、それは痛いって。タイミング良すぎやろ、あの野郎。あ、やっぱ角度的にあそこだね。犬の鳴き声が。あ、物資結構落ちてるね。いいね。さっと。で、終わり。モロトフが。なると。さて、こうだね。よしよし。いや、いろんなゲームしてるとねー。危ない。お、痛い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 。よし、危ない。後ろ来るか、意外と普通に来るんだね。そうそう、でね、リロードの仕方をね、なんかね、全部違うんでね、間違えるんだよね。いかんね、久しぶりの弊害やね。モロトフゲットして、ライト消して、そこにいたか。横抜けていけるか。よし、一旦抜けれたね。これで、嫌な声がするな。どこ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 、犬どこ。1234。嫌だな、犬が一番嫌やわ。いや、ほぼ見えてたと思うんだけど。よし、まず一人。意外と、いて。痛いね、画面画面。ちょっと待って、単純に、いやー、つらいつらい、痛い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 、なってくれ。ここだよ。あー、辛いな。まあでもそうだね、あの、なんだかんだちゃんと片付けれたね。よしよし、作れない。中はいないかな。まあ、本当は中にこっそり入るんだろうけど、そんなことも言ってられない状況やね。アイテムないね。しけてんな。ちょっと
物資ぐらいちゃんと置いてもらわないと。ここは開かないってことはこっちだけか。さらに奥。はっ、いた。危ない。このスナイパーめ。いやー、なんとかこれで。え、待って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 、いきなり。ちょっと待った、むずい。お、もう一人。当たんねー。ここで、こっちがここ。あとは当たってねー。ナイス。どこいる、どこいる、どこ向かってる。ここでめちゃくちゃ来るな。当たってない。急げ急げ。やばいやばい。あれはやば、あれはやばい、あれはやばい。どこだ、どっかから一人撃ってそうな感じなんだけど。あ、いたいた。足食ったー。焦るな焦るな。よし、確実に見えるところから。で、あ、待ってた。なんか出るんだよね。クーブリいやー、ブリだろう。あれ当てるの。燃えた燃えた。いやー、いい燃えっぷり。もう本当にやばかった。いや、すまんね。大丈夫かサブ。うん、無事だよ。あ、罰で。ありがとう。あー、できたんか。そんなことで。これ見て。うん、てかちょっと待って。よし、やったぞ。この状態が続くということは。よし、いいぞサブ。あ、やばい。兄貴。サム、大丈夫か。うん、なんともない。確かに。嘘、絶対大丈夫じゃないやろ。早く早く。行こう。どこどこ。あ、違う。よし。あとどこ？なんかすげえ嫌な嫌な声がする。もうトラウマ級の声。え、どこどこどこ。こっちこっちじゃない。あー、違う。あー、外した。
よし。よせよせ。マジでマジでそんな来る、そんな来ちゃう。やばいですね。無事だったか。まあな、怪我人は。いや、いない。ここを出た方が良さそうだ。行くぞ。いや、そりゃあんだけドンパチやったら来るだろう。それ本当かよ。ああ、そうだ。トミーの誕生日でな、あいつの望みはハーレーを借りて横断旅行さ。チキシオ、俺も近所ワンブロックでいいから乗ってみて。どうだった？よかったよ、すごく。よかった？おい、聞いたか？もっと感想あるだろう。頼むぜ。どうやら私はいない方が良さそうね。おい、待て待て、ハーレはただのバイクじゃねえぞ。あいつにまたがってエンジンを感じてみろ。最高だぜ。乗ったことないはずでしょ。夢で乗ったのさ。はいはい。展開が早いな。まあでも仲良くなれた感じかな。俺の仲間は来ないみたいだ。ああ。そのことをサムにどう言ったらいいのか。ねえ、あの二人ようやく打ち解けたみたいよ。何してんの？今日見つけた食料を記録してる。なるほど。それじゃあ桃の缶詰は何個ある？兄貴が行けって。え？なんでヘンリーが？僕がヘマしないように。さっきはみんなうまくやったじゃない、特にあんた。どうしちゃったの？どうもしてない。そっか。じゃあおやすみ。なんでいつも平気なの？そんなはずないでしょ。怖いものある？そうね。サソリは気味が悪いね。あと一人になること、自分一人ぼっちになること。サムは？外にいるあいつらまだ意識が残ってるかも。意識はあるのに体が暴走してるのかも。自分がそうなるのが怖いよ。わかった。私たちはもうチームなの。お互いに助け合おう。あとあいつらは人間みたく見えるけど中身はもう人間じゃない。兄貴もそう言ってた。中の人は家族と一緒に天国だって。本当だと思う？私もわからない。それを信じたいけど。でも信じない。そうだね。ああ、僕もだ。そうだ、深刻な話で忘れてた。はい、ヘンリーにバレなきゃ取り上げられない。ああ疲れた。また明日ね。
あーやっぱ噛まれてたか。うわいい匂い。おはよう。サムは？ゆっくり寝させてる。そう。飯が食いたいならあいつを起こしてくれ。了解。サム？なんだ？加勢してる！俺の弟だぞ！死ぬか！ひどい。あ、エリ、大丈夫か？うん、やだ、嘘でしょ。サム、まずい。サム、ヘンリー、ヘンリー、下がりろ。ヘンリー、俺はなんてこと。銃は俺が預かる、いいな。おい、待て待て、落ち着け。お前のせいだ。誰のせいでもない。お前のせいだよ。ヘンリー、ヘンリー、よせ。そんな。展開がきつい。あーマジか。あー時は流れて秋に。あれからどんくらい経ったんだろう。今ジャクソン。じゃあジャクソンシティはすぐだね。あと 2,3 キロのはずだ。弟さんに会う準備は？それはついてからだ。緊張する？自分でもわからん。うわあ、まあ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 、そうか。その展開は結構そうだね、多分だろうなとは思ってたんだけど、いざそうなるときついね。道はここまでね。川沿いを行こう。すぐ近くのはずだ。川沿い行こう。さあ。川沿いは分かったけど、あ、こっちからか。さて。一体何があったの？何のことだ？トミーとさ、別れたってことは何かあったんでしょう？意見の不一致ってやつだ。なるほど。意見って何だ？世の中の見方が俺とは違ったんだ。で、彼はファイアフライに入った。あのマーリーンのやつがそそろかした。しばらくは夢中だったが、結局はやめた。あいつらしいがな。最後はどうやって別れたの？確かこう言われたっけな。お前の面なんて二度と見たくない。助けてくれるの？それはつけばわかる。まあ、助けがなくてもなんとかする。とにかく行こう。はあ、いやあんまあの状況立ち直れんね。多分一時引きずるな。まあとりあえず次の目的って感じだね。どれくらい移動してきたんだろうね、前の場所から。格好もだいぶ変わってるし。あれは水力発電所だ。ほう。なんだっけ。川の流れを使って電気を作る施設だよ。どういう仕組み？仕組みは知らないが、そういうことだ。なるほど。どうやって渡る？え、意外と回せれる。
分だけか。あ、やっぱこれで渡る感じか。渡れば渡れるね。さあナイフで開けて。いや物資の量よ、怖えよ。こんだけ物資が入るのは嫌だな。体力が上がる。これ75か。まず一回体力上げとこう。あれ？お、ここからか。ああ、エリーのためにって感じか。え？あ、やっぱ入るのか。特に物資はなさそうだね。いやー、秋のこれは寒いでしょう、さすがに。もう一回下から行ってみよう。あ、やっと触れた。まあ誤作動はしゃあない、ね、よし、ここに。分かってる、こいつに乗ればいいんでしょ。こっち、はあ、乗ってもらって、全然画面が、カメラが、流れの影響もあってなかなか操作性が難しいね。ほい。回してくれ。やっぱプレステ3の頃のゲームは操作性だね、一番の問題はね。気をつけて渡って。分かってる。さあ、これで OK。 やった。あ、なんか作れそうだね。いや、気のせいだ。さあ、物資物資。うい。小さい子の墓。サムのお墓にロボット置くの忘れた。どうしようこれ。なんで？話したいんだよ。ダメだ。なんで？何回同じことを言わせる。失ったものは戻らないんだ。だってもうやめろ。そうだね。トミーを探そう。戻ってこないね。俺もだ。まずはここを抜ける。次に食い物だ。まだ喋る元気あるから大丈夫。さ、
中に入る？ああ、他に道はない。中を通っていこう。中をね。さあ、地図ゲットで、特にはないか、作れそうなのね。おう、何これ、スコープ。ディアブロ、名前かっこいいね。これか。悩むなー、これ。スナイパー的役割でしょう。しかもサイレンサーついてるわけじゃないから、ちょっときついなーって感じもするんだけどね。サプレッサー付きならまだいいんだけどな。そのまま動くんじゃないよ。あんたは銃を下ろしな。エリー、言う通りにしろ。わかった。道に迷ったの？人がいるとは思わなかった。向こう側に行きたいだけなんだ。どこまで？銃を下ろせ。知り合いなの？男はな、俺の兄貴だよ。トミー、マジかよ。元気にしてたのか。驚いた。だって兄貴、ずいぶん老けやがって。お前もいずれこうなる。マリアだ。礼儀正しくしとけよ。ここのリーダーだ。どうもな。先は撃たないでくれて。いいえ、当然よ。義理の兄を撃つなんて。おう、そういうこと。押し切られちまったわけだ。あなたエリね。そう。なんでここへ？ああ、そのいろいろあって。中で話そう。ええ。お腹は？ペコペコ。いやー、でもなんでエリーの情報が入ってるんだろうね。大丈夫、仲間よ。ファイヤーフライとかかな。盗賊がよく来るから。ここ何日かは静かだ。ここで何してるんだ？ジャクソンにいたんじゃないのか？発電所を直そうとしてるんだ。前は動いてたの。でもタービンが行かれちゃって。電気が使えるんだぜ。使えたか。やってみる価値はある。はい、ということで、今回ここまでにしましょう。で、動画を見ている方はここまで、ライブの方は引き続きやっていきますのでお待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。